みなさんこんにちは。テレビハムラの時間です。早速ですが、皆さん、こちらのマンホールカードはご存知でしょうか。こちらは以前テレビハムラでも紹介した全国各地の特徴的なデザインのマンホール蓋をカードにしたマンホールカードと呼ばれるものです。昨年の4月に第1弾の配布が始まってから瞬く間に全国で話題を呼び、第5弾までに全国で194の自治体が参加し、累計発行枚数は100万枚に上るという今注目のコレクションアイテムなんです。羽村市でも第3弾でこちらの羽村の関と桜のマンホールカードを発行しましたが、この度新たなマンホールカードの発行が決まりました。こちらが羽村市としては2枚目となる新しいマンホールカードです。羽村市動物公園とチューリップがデザインされたとても可愛らしいデザインのマンホールです。この新しいマンホールカードは12月9日土曜日から羽村市動物公園で配布を開始します。カードの配布は1人1枚まで、郵送や予約はできませんのでご了承ください。皆さん、ぜひマンホールカードをゲットして本物のマンホールを探しに市内を散策してみてはいかがでしょうか。